チン大統領が戦争勝利を誓う、国民に支持呼びかけ。ロシアのプーチン大統領は2日、同国が戦場で負けるわけにはいかないと言明した。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの侵攻から丸1年となる今月24日を前に、攻撃が激しさを増していると警戒感を示した。ウクライナと米国の政府高官が電話会談を行い、前線の状況や今後想定されるロシアの動きについて協議した。欧州連合 EU の行政執行機関である欧州委員会のフォンデアライエン委員長と複数の欧州委員は3日に行われる EU とウクライナのサミットを控えて首都キーウで会談。第10弾となる対ロシア制裁の可能性などを話し合った。ウクライナ情勢をめぐる最近の主な動きは以下の通り。ウクライナ、来週からドイツ製戦車レオパルトの訓練開始へ。ウクライナ軍は来週からドイツ製戦車レオパルト2の訓練を開始する。事情に詳しい関係者が明らかにした。ドイツは先月、他の同盟国とともにレオパルト2を提供する意向を示していた。同関係者によれば、ドイツはまたレオパルトの戦車代替編成で協力しているほか、これまでに提供した防空システムや自走対空砲、ゲパルトなどの兵器について支援を引き続き行う。フィナンシャルタイムズ FT がこれより先に訓練時期について報じていた。プーチン大統領、ウクライナ侵攻で国民の支持を呼びかけ。プーチン大統領は第二次世界大戦の激戦地だったロシア南部スターリングラード、ボルゴグラードから一時的に解消で演説し、国民にウクライナ侵攻への支持を訴えた。プーチン氏は、戦場でロシアに勝利できると見込んでいる人は、現代におけるロシアとの戦争が全く違う展開になるであろうことを理解していないと述べ、我々は国境に戦車を送り込んでいないが、反撃の手段はある。そしてそれは兵器だけに限られたものではない。誰もがこの点を理解すべきだと主張した。ウクライナ、米国の高官が電話会談。今後想定されるロシアの動きなど協議。ウクライナのザルジニー国防相とイェルマーク大統領府長官は、米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長、およびサリバン大統領補佐官、国家安全保障問題担当と電話会談し、前線の状況や想定されるロシアの短期的な動きについて協議した。ロシアがウクライナに対し新たな大規模攻勢を仕掛ける準備を進めているとの見方が多くある。プーチン氏、戦車に対抗手段、独ソ激戦地でウクライナ支援非難。ロシアのプーチン大統領は2日、南部ボルゴグラード、旧スターリングラードで行った演説で、我々は第二次大戦以来、再びドイツの戦車の脅威に直面していると述べ、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対する西側諸国の軍事支援を非難した。プーチン氏がウクライナへの主力戦車供与に言及したのは初めてで、核保有国として取り得る対抗手段を示唆し、強く牽制した。プーチン氏は大戦中の独ソのスターリングラード攻防戦終結80年に合わせて演説。この中でナチスドイツと西側諸国を重ね合わせて、ナチズムの思想は現代的な形で我が国の安全保障に直接脅威をもたらしていると主張した。ウクライナについてはヒトラーの信奉者、ソ連と敵対したウクライナ民族派指導者バンデラを信奉するバンデラ主義者と批判。西側諸国がウクライナを操り、ロシアとの代理戦争に突き進もうとしているという認識を示した。プーチン氏はさらに、地上戦でロシアに勝利できると期待する国々は、現代戦が全く異なる結果になることを理解していないと指摘。ロシアは戦車を西側諸国の国境に送らないと説明しつつ、我々には対抗手段がある。戦車を送っても戦争は終わらないことを全員が理解しなければならないと発言した。対抗手段についてペスコフ大統領報道官は記者団に、保有するポテンシャルを最大限活用するという意味だと説明した。プーチン氏はこれまで核兵器の使用を示唆し、
ウクライナを支える西側諸国を威嚇してきた経緯があり、今回の発言もその一環とみられる。汚職と腐敗のウクライナ政府が米国供与の武器を横流し、今この時もウクライナ軍の兵士たちは自らの命を的にしてロシア軍と戦っている。しかしその背後でウクライナの政権中枢では別の戦いが始まっていた。去る1月24日に時事通信がウクライナ調達めぐる汚職に動揺、侵攻対応への影響懸念と報じたが、それに続いて以下のような汚職と腐敗に関わる情報がいくつも伝えられた。戦場で戦う兵士が食べる卵、芋を調達するときに小売価格の2から3倍の価格が設定され、契約額は460億円。その差額はどこかに消えた。1月21日にウクライナのロジンスキーインフラ省次官が逮捕された。60億円の発電機を含む機器調達の際に契約額を水増しし、賄賂5200万円を受け取った疑い。それらを取り締まるべき立場のシモネンコ副検事総長はスペインにて新年休暇を過ごしていたのが発覚し辞任。ティモシェンコ大統領府副長官本人は否定しているが、彼がポルシェに乗っているとみられる動画が公開されている。これらの状況がウクライナへの各国からの支援に影響を及ばさないか懸念されているのだ。国際政治アナリストの菅原出氏はこう語る。このような問題がやっと表面化してきましたが、昨年11月の米議会では共和党がバイデン政権に対しウクライナに供与した武器や弾薬の行方に関する厳格な監視と追跡を求めました。米政府はその時点で米国がウクライナに提供した特別な監視を必要とする武器2万2000点のうち約 10% しか検査を行っていないことを明らかにしています。今回ウクライナ政府内で汚職と腐敗が存在することが明らかになりましたが、米国供与の武器が横流しされ流出する可能性は十二分に考えられます。もしジャベリン対戦車ミサイル、自爆無人機スイッチブレードなど目立つ武器が横流しされていたらかなりまずい状況になります。菅原氏、何回もウクライナに渡航した経験のある元米陸軍大尉の飯柴智明氏はウクライナについてこう語る。ウクライナの知人のアテンドでその知人の知り合いのマフィアの家のパーティーに行きました。広大な敷地にある豪邸内には重機から戦車まで揃っていて、バーベキューパーティーをしながら余興として裏庭で旧ソ連製対戦車ロケット砲 RPG-7 をぶっ放し的当てゲームをしていました。ウクライナ人は本当にぶっ飛んでいるというのが欧州人の共通した意見です。ヨーロッパで見るウクライナ人が乗る車は必ずと言っていいほど西側諸国でも一部の人しか乗れないような高級車です。お前はマフィアなんて聞かないのが暗黙のルールになっているようでした。武器のブラックマーケットへの横流しは間違いなくあると思われます。飯柴氏、実はウクライナには武器の横流しに関して前科がある。ソ連崩壊時にソ連製兵器がウクライナを経由していろいろな場所に渡ってしまいました。第二次世界大戦以来最も大掛かりな陸上戦闘が続いているわけなので、ウクライナ戦争が終わればその副作用は出ると思います。菅原氏、戦争終結とともに大量の余剰兵器が横流しで出回る。ロシア国内には反プーチン一派がいます。今はウクライナ支援をしていますが、終戦後はその人たちがロシアに戻り、今度はその横流しされた武器でプーチンに向け攻撃を仕掛ける可能性は十二分に考えられます。また今でもロシア軍は鹵獲、戦地などで敵対勢力の装備する兵器や補給物質を奪うことした米国製兵器をイランに売っています。イランはそれをリバースエンジニアリングして、それをもとにイラン製の新しい武器を作ります。それはイラン系テロ組織などが行う作戦に生かされることになるのでしょうね。菅原氏、特に使いやすいのが歩兵用携帯火器だ。ジャベリン対戦車ミサイルは銀行強盗、現金輸送車襲撃に使われ、スイッチブレード自爆無人機は40キロ離れた場所から要人を狙える。自分がテロリストならば携帯型地対空ミサイルで離陸直後の旅客機を狙いますね。
大都市都心部から飛び立った燃料満載の旅客機の撃墜は簡単です。旅客機はジェット燃料が満載ですから大惨事が起きます。空港は内部の警備は厳しくても柵の外側は無防備の場合が多いですから、石橋。ウクライナは自国内での汚職撲滅の戦いにもぜひ勝利してほしいものだ。